ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、やっぱり休日ってワクワクするわよね。最近はこのご時世だし、めっきりインドアになったからついついテレビ見ちゃうのよ。霊夢は日曜はどんな番組を見てるんだ？外せない番組といえばやっぱりのど自慢ね。昔っから家にいる日曜は、だいたいのど自慢見てるのよねー。お茶の間で家族で楽しめる番組だよな。そうなのよ。健全な番組だから、安心して家族と見られるっていうのものど自慢の魅力よね。そんな健全だと思っているのど自慢が、実は放送事故が多発しているって知ってるか？のど自慢で放送事故？そうだぜ。なんてったって、のど自慢は生放送番組だから、放送事故とは切っても切れない部分がある。確かに、昔から生放送よね。今までのど自慢でどんな放送事故があったのかかなり気になるわ。わかった。では今回はのど自慢での放送事故について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。先ほども触れたように、NHK のど自慢は生放送が売りの長寿番組だ。1946年から続いているんだぜ。そんなに昔からあったの？うむ。それだけ国民に愛されてきたということだな。視聴者参加型の生放送オケ番組っていうのがハートを掴んだのかしら。それだけ歴史があるならやっぱり色々起きてもおかしくないのかもね。では早速一つ目の事例から紹介していくぜ。こちらを見てみよう。ありがとうございました。小林一郎さんでした。はい。じゃあちょっと連れて。はい、どうぞどうぞ連れてって。あ、お母様。はい。来て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 。はい、すいません。ちょっとこちらで進行させていただきます。はい。ザ・放送事故って感じだよな。そうね、おばあちゃん大丈夫かしら？この後病院に運び込まれて、今は無事に回復してるみたいだぜ。それはよかった。この放送事故は2019年8月に放送された回で、出場者のおばあちゃんがゲストの鳥羽一郎さんが歌っている最中に、体調を崩して放送中に倒れてしまったんだ。そうだったの。周りの人たちもびっくりしたでしょうね。そうだろうな。結構ご高齢よね。当時81歳だ。この女性は放送中もずっと口を押さえながらフラフラしていて、隣の出場者へ寄りかかるような姿も映し出されていたんだぜ。それは辛かったでしょうね。でも生放送だとむやみに立ち上がったりもできないし難しいところよね。生放送ならではの辛さだよな。でも、司会の小田切千さんの立ち回りが見事ね。私もそれは素晴らしいと思ったぜ。臨機応変に、でも思いやりを持ってご高齢の方を気遣う姿がさすがだよな。小田切さんの株、爆上がりね。うむ。これにはネット界からも、司会者の判断さすが、出演者と司会が神対応、アナウンサーの非常時のスキルがすごすぎると称賛の声が上がっていたんだぜ。突然のトラブルに見舞われながらも、周囲が温かくサポートするってとても素敵ね。こういう温かさが、のど自慢のいいところだよな。じゃあ次の事例に行くぜ。お願い。こちらだ。11番、タッチ。呼吸を止めて1秒、あなた真剣な目をしたから、ここから何も聞けなくなる。こっちくつの逃げ。いや、シンプルに音痴すぎでしょ。音程、リズム、見事に狂ってる。でも勢いだけはバッチリだ。よく出場しようと決意されたわね。けど、彼の歌を聴いていると元気が出てくるのはなぜかしら？そうなんだぜ。超絶音痴なのに、なぜか嫌悪感は全くなく楽しい気分になれる歌声ということで、神回とも言われたりしているんだ。確かに、無難に綺麗に仕上げた歌声よりもパンチがあって個性がある気がするわね。この元気さに心を動かされたのかしら？なんか、一生懸命全力で物事に取り組むって大切なことだなって思わせてもらったわ。まあもちろん金は一つだけど。それはそうでしょうね。でも彼はすごく好感持てるわね。うむ。彼にはネット界からも様々な意見が出ていた。正直もっと聞きたかった、なんか元気もらった、みんなが笑顔と元気になる素晴らしい才能、拍手がバラバラになってくのが面白い、と、大半が好意的なコメントだったんだぜ。きっと普段からも人気者なんでしょうね。超絶音痴だけどほっこりしたわ。では次の事例に行ってみよう。バッチコイ。バンドでドラムとボーカルを担当しています。はい、どうぞ。10番、チェリー。まあ、私がチェリーボーイなんですよ。君を忘れない。
の挨拶内容。しかも選曲がチェリー。歌とセリフをかけたのかもな。この方はチェリーボーイ発言をしたことで話題になったんだぜ。公共の電波を使って、一般人がチェリー発言するって見たことも聞いたこともないわ。しかもその後ふざけずに普通に歌っててうまいし。なかなかインパクトのある方だよな。とてもいい声だと思うぜ。そうね。当時18歳という年齢で、世界観が作り上げられているのがすごいわね。実はこの男性は小林右京さんという方で、シンガーソングライターでもあり、YouTuber でもあるんだぜ。そうだったの？2018年5月にのど自慢に出場し、まあ、私がチェリーボーイなんですけどと、発言したことで注目を浴びたんだが、YouTube は2015年から、すでに始めていたんだ。2015年って、もう6年も YouTube をされているのね。そして2021年5月に、The First Take のオーディションで、セミファイナリスト14名に選ばれて、Twitter のトレンド入りを果たしたんだ。The First Take に出場ってめちゃくちゃすごいことじゃないの。今をときめく音楽系のチャンネルよね。Twitter 界でもバズったなんてさすがだわ。のど自慢出場も一つのきっかけになっているかもしれないよな。そして、ご自身の YouTube チャンネルでは、顔がいいやつは音楽をやるなという動画を出して、100万再生を突破している。100万再生、すごすぎる。まだ私たちのチャンネルでも言ってないのに。さらっとうちのチャンネルの話を出すな。でも、私もいつか100万再生を突破したいという思いを持ってるぜ。うん。私もよマリサ。やっぱり YouTube チャンネルをやるからにはってのはあるわよね。そうだな。ということでどうぞ皆さんよろしくお願いします。皆が夢見ている100万再生を見事にやってのけるなんて素晴らしいと思うぜ。今後の小林さんの活動も応援していきたいわね。うむ。のど自慢出身というだけで、なぜか自然と応援したくなってしまうぜ。では次の事例に行ってみよう。ドキムネ。こちらの男性だ。野球一筋です。今日は歌のホームランを狙います。18番言い訳。ちゃん、癖が強い。私は個人的に一番好きだぜ。それわかる。何回も聞きたくなっちゃうわね。中毒性があるよな。こんなに早く鐘を鳴らさずにもっと聞かせてほしかった。でもこの短さがリピートして聞きたくなるきっかけになってるかもしれない。演奏の人たち、よく笑わないでやれたわね。表紙からは想像できなかった選曲といい、真面目に歌っているところといい、歌い方といい、アレンジといい、たまらないぜ。養老の星子ちゃんっていう横断幕も好きよ。こちらの男性は養老の星子ちゃんという名前でウィキペディアにも載っているんだぜ。のど自慢出場者でウィキペディアに載るってすごいわね。ちなみに先ほどのチェリーボーイ発言の小林右京さんも載っている。恐るべし、のど自慢出演者。こうちゃんは2006年1月ののど自慢に出場し、一躍話題の人になった。笑いすぎて死ぬかと思った。この人カバー曲の CD 出せば売れると思う。俺の中ではグランドチャンピオン、といったかなり熱いコメントが寄せられたんだ。愛されキャラのこうちゃんなのね。しかもこれを契機に、数々の番組に出演を果たしているんだぜ。すごいじゃないの。さらにすごいのが、なんとシャランQの前でこうちゃんは言い訳を披露したんだ。なんと本家の前で、あの言い訳を？つんくさん、すごく楽しそうね。そしてもっとすごいのが、こうちゃんが歌う言い訳こうちゃんバージョンが、2008年のレコ曲演歌歌謡曲部門の着歌ダウンロードチャートで、1位を獲得してしまったことだ。プロを差し置いて、まさかの1位に？うむ。着歌デビューは当初予定されてはいなかったんだが、こうちゃんのデビューを待ち望む声が多かったために、リリースされたみたいだな。こうちゃん半端ないって、ちなみにこうちゃんってどんな方なの？こうちゃんこと佐竹浩二さんは、2008年時点で45歳、今は58歳になっているはずだ。予想以上にお若い。岐阜県養老町出身で、普段は企業に勤めるごく普通の会社員だった。それがマイクを持った途端、とんでもないシンガーに変身するのね。そうだな。のど自慢の視聴者だけでなく、日本の全国民を虜にしたというのがランキングから伝わってくるぜ。口コミで噂が広がっていったんでしょうね。結局こうちゃんは、めちゃイケ、激レアさんを連れてきた。探偵ナイトスクープ、荒引き団など数多くのテレビ番組に出演した。まさに時の人ね。この盛り上がりに、ご本人はなんて言ってたの？1位なんて信じられない。大体誰が勝っとるんやろうか？そもそも着歌っていうのもようわからんし。でもこんな素人の自分の歌でも、聴いてくれる人がいるなんて感激です。こうちゃんはこのように言っていた。
なんだか素朴そうな人柄で素敵ね。予想をはるかに上回る活躍だったわ。これぞ、のど自慢ドリームだな。ちなみにグレイもライブで歌っていたみたいだ。どんな曲になってもブレないわね。自分の歌にしちゃってるのがすごいよな。では次の事例に行ってみよう。よし来た。続いてはこちら。あらら、松山千春さんね。そうだな。2018年8月のど自慢でゲスト出演した時に披露した歌に対して少しざわつきがあったみたいだ。どんな風に？放送事故レベルのビブラートと言われてしまったんだぜ。なるほど。確かに私が知っている松山千春さんの声の伸びとも少し違う印象があったかも。歌唱力には定評のある方だからな。やはり年齢とともに声が出にくくなるというのもあるのかしら。個人差はあるだろうが、それは影響しているんじゃないかと私も思うぜ。いつまでも歌唱力が衰えない歌手としては、細川隆史さんとか永山陽子さんとかは定評があるみたいだな。衰えない人たちの共通点って何かあるの？民謡で鍛え上げたという経歴があるみたいだぜ。そうなんだ。確かに喉たくさん使いそうな気がする。では次が最後だ。ラストはソフトな感じになってるぜ。軽やかに締めてちょうだい。こちらだ。何よこれ。放送事故でもなんでもないじゃない。どこに事故要素があるっていうのよ。もしかして司会の小田切千さんの目を事故扱いにしようとしてる？そうだ霊夢。これは司会の小田切千さんの白目が話題になったんだ。のど自慢の司会者が生放送中に白目を向くなんて前代未聞だと思うぜ。まあ確かに真面目な司会者が突然の白目はびっくりしちゃうわね。でもこの小田切さん、突然の振りにこんなに柔軟に対応されていて素晴らしいわね。本当にそうだよな。この白目があったから、一層盛り上がれたようにも思うわね。いつも、どのように行動するかをしっかりと把握されていて聡明な方だぜ。それに優しいしね。霊夢、今回ののど自慢の放送事故はどうだった？いかにも放送事故って感じのものではないものもあったけど、どの方々もとても魅力的で面白かったわ。そうだな。そして、のど自慢は出演者だけではなく、視聴者、ゲスト、演奏の方々みんなが温かい雰囲気なのがとても好きよ。なんだか早くのど自慢見たくなってきたな。うん。日曜日が待ち遠しい。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。